このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はペルシャ猫チンチラシルバーはツンデレ甘えた時の破壊力ということでですね、この子が、ペルシャ猫チンチラシルバーのハイルデン君って言います。2016年生まれということでね、今年5歳になるんですけれども、結構撫でられるのは好きな子なんですよね。スリスリとしてくれてますよね。タイトルでね、ツンデレって書いてあるんですけれどもね、こうやってね、スリスリしてくれてるんですけれども、すぐにね、どっか行っちゃうんですよね。なんか猫らしい猫というかね。うん、で、他のお客さんとこ行ってるでしょ、今。で、そちらでスリスリして、また戻ってきてくれて、ね、スリスリしてるっていう感じでね。こういうのを繰り返しやってるんですよ。まあ、甘えたさんは甘えたさんなのかなって言うんですけれどもね、ずっと いてくれないっていう感じなんですね。このスリスリ感たまりませんよね。もう甘えた時の破壊力っていうのはもうすごいですよ、ほんと。スリスリってやってるよ。あら、転んした。あら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 、これは可愛いな。あの、顎のところが濡れてますよね。なんかね、怪我してるのかな。なんかちょっと濡れてましたね、この子ね。ね、お腹を触るとなんか噛もうとしましたか。で、またコロンってなってますよ。いやー、この子かわいいでしょう。で、チンチラシルバーということで、もっとね、毛がふわふわなのかなと思ったんですけれども、どうなんでしょうね。ひょっとしたら毛を刈って、で、ちょっと生えてきたっていう、そんな感じなのかな。その辺はちょっと聞いてないんですけれどもね。尻尾を見るとすごいふさふさしてるので、ひょっとしたら毛の状態が良くなるとね、ゴージャスな感じになるかなとも思うんですけれどもね。スリスリにゃんこだ。あ、たまらん。ね、これ初対面なんですよね、こうやって甘えてくれてるんですけれども。ね、こうやって人間のことが大好きと思ってくれてるのはいいね、本当に。あー、癒しの子だ。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。で、猫兄さんがまた離れて、ね、他のお客さんにスリスリしてるでしょ。ちょっとまだ移動されまして。うん、かわいい顔。うん、ドアップです。いかがでしょうか、このドアップ。かわいいでしょ。おもちゃでは遊ばないかな。で、すぐにどっか行っちゃうんですけれどもね。でもね、触るとね、スリスリとしてくれるんですよ。お、猫ちゃん同士鼻キスだ。でも猫パンチ。なんでしょう、この子は。ね、ツンデレって感じ。猫ちゃんにはツンデレなのかな。ね、鼻キスして甘えたのかなと思ったらね、面白い子でしょ。いい表情だな、これは。個性的な顔。キャババだね。お尻カキカキカキ。無反応かな。あ、スリーってしてくれましたか。膝スリー。膝の上は乗ってくれなかったんですけれどもね、こうやってスリスリしてくれるのは嬉しいですよね。で、またどっか行っちゃうのかな。あ、ちょっと座り出したか。やっぱ撫でられるのが好きな子ですね、この子はね。で、撫でるとまたスリーってね、近づいてきてくれるんですよね。この表情いいな。この子の表情たまらんな。猫兄さん、こういう子好きだな。あー、スリーかわいい。うん、気持ちよさそうな表情ですよね。この子がお家にいたら本当に癒しの子になるで、また転んだ。あらあら。でも猫キック、猫キック、猫キックだ。うん、でも優しい猫キックでしたよ。うん、猫パンチ。
お腹がダメなんですね。でもね、怒ってなんかどっか行っちゃうとかはないんですよね。うん、いいね。この子の他のお客さんにスリーすごいな、この子は。どこを見てるんでしょうか。あ、この下をカキカキカキ、あ、足が動いてるよこれ可愛いですね。あ、止まっちゃったか本当に触り放題の子で、あ、また動いてるよ面白い癖ですね、本当に。お尻トントンしたら近づいてきてくれるのかな。ねえ、甘えたさん、お腹、あの、今度は大丈夫やったな。白猫ちゃんって本当に綺麗ですよね。我が家にはね、黒猫ちゃんしかいないのでね。おもちゃ、あ、おもちゃでも遊ぶんだね、この子は。うん、寝転がってちょいちょいいいよ。うん、あからん。結構遊ぶじゃないですかね、この子ね。いいじゃないですか。皆様いかがだったでしょうか。ハイルデン君とっても可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。